ピエール・ベレゴボワは、フランスの政治家、ウクライナ系、フランソア・ミッテラン政権で、第13代フランス首相を務めた。1925年12月23日に、北フランスのオートノルマンディ地域圏セーヌマリティーム、県に、ウクライナ移民の家庭に誕生する。一家は、ロシア内戦の際に祖国を脱出して、フランスに移住した。 仕上げ工とフライス線番工の職業適正賞を取得して16歳から金属工を手始めに織物工場、フランス国鉄、フランスガスで働いた。フランス国鉄時代に第二次世界大戦を迎え、戦時中レジスタンス運動に参加したことがきっかけで政治に関心を持つようになる。戦後、労働組合運動に参加し、労働者の力の組合員となり、 旧フランス社会党に入党する。1958年にピエール・マンデス・フランスの影響を受けて独立社会党に参加。1960年に統一社会党の設立に貢献した。さらに旧社会党書記長のアラン・サバリと共に左翼改革クラブマンデス主義者同盟を結成した。1967年にマンデス・フランスの顧問を務める。 1969年に社会党に加わる。以後は、東第一初期であったフランソワ・ミッテランの忠実な協力者としてミッテラン社会党を支えた。1981年にミッテランが大統領に就任すると大統領府事務局長に就任した。総選挙ではミッテランの地盤であるニエーブル県から下院国民議会議員に当選する。同時に、 ヌベール市長にも当選する。1982年にピエール・モーロは内閣で社会問題省として入閣する。この時期、ミッテランに対して欧州通貨制度の採択を進言している。1983年から1989年までヌベール市長となった。ミッテランとモーロは内閣は当初社会主義政策を採択していたが、 相次ぐ選挙での社会党交代を受けて、1984年にローラン・ファビウス内閣が成立し、ベレゴボアは増将に就任して、新自由主義的経済政策、財政均衡への政策転換を推進した。1988年フランス大統領選挙では、ミッテラン再選に尽力した。この頃からベレゴボアの名前は首相にしばしば取り沙汰されるようになる。 1988年にミシェル・ロカール内閣の増償に就任する。増償として新自由主義的経済政策を推進することで、フランスにおける社会主義と市場経済の融合を象徴するものとして受け取られ、実業界とも親密な関係を作った。1991年にミッテランの側近の一人であるエディット・クレッソンが首相に就任し、ベレゴボアは経済、 財政省に再任。大蔵省には権限が集中し、スーパー増省と言われた。1992年3月に地域権議会、県議会選挙で社会党が敗北して、クレッソン内閣が総辞職すると公認の首相に就任した。ベレゴボア内閣の夫人は、ローランド・デュマ外相ジャック・ラング文化省、ピエール・ジョックス国防省、ミシェル・ボーゼル法相 ジャンルイビアンコ国土整備省などでミッテラン直系の側近たちが結集された形となった。首相となったベレゴボアは失業、経済低迷、腐敗との闘争を宣言した。ベレゴボア内閣は経済の自由化、企業の負担軽減、公共独占部門の国有化と競争部門の民営化を実行した。また、フラン通貨危機の克服、インフレ抑制、 貿易黒字への転換、リセ改革を実現した。しかし1992年のフランスにおける工業生産は前年度と比較してマイナス0.5%で失業率も高く失業者は300万人に増加した。1992年4月にベルゴボアは国民議会での施政方針演説で11ヶ月、それは短いと意味軸も語った。 1993年3月に、下院国民議会総選挙で、社会党は282議席から67議席へ、議席を減らし、壊滅的打撃を受けた。社会党が大敗した第一の要因は、続発したスキャンダル事件に求められる。ファビウス元首相らによる、薬害エイズ事件や、社会党の不正会計をはじめ、ベレゴボア自身も、ミッテラーの親友で、 実業家のブラからアパート購入資金を無利子で借りた県やブラのために北朝鮮のホテル建設に便宜供与を図った県が疑惑として浮上した。1993年5月1日早朝にヌベール市内にて車から降りたベレゴボアは運転手に車で待つように指示し一人で川端の小道を歩いていた。しばらくして朝も屋の中で銃声がとどろいた。 直ちにヘリコプターでパリに搬送されたが死亡が確認された。前首相の自殺というショッキングなこの事件は、ベレゴボアの頭部に2発の銃弾が打ち込まれていたことから、ボディーガード事故による暴殺説も浮上したが、周囲の証言などにより自殺と断定された。ベレゴボアの不法に接したミッテランは、マスコミによって叩かれたベレゴボアが自殺したとして、 マスコミを犬のような下劣な奴らと口走ったと伝えられる。ありがとうございます。